with a concert tour of New York. We're lucky to have them today. Please join me in welcoming the KLA Music Center. Thank you.
1946年から70年ですね、今年70年を迎える本当に特別な年に、このニューヨークで演奏ができるということで、本当に貴重な機会をいただいて、ニューヨーク校にもたくさんご協力いただいたので、皆さんありがとうございました。そうですね、私もちょっと緊張してるんですけども、どうしよう。じゃあ、楽しい話を後に持っておいて、次の曲に行こうかなと思います。私たちですね、ニューヨークにツアーに来たのは、ニューヨークってやっぱりジャズの最先端の場所だと思うんですね。そういうところでやはりジャズの最先端をやっている私たちが、新しい風を受けてさらに成長していく機会ということでこのツアーが組まれました。その最終日がですね、このニューヨーク学院ということになります。そんな近代的なジャズも私たちは、主に演奏しているんですけども、次のお送りする曲も最近の人ですね、ニューヨークで現在活躍しているアーティストの曲をお送りしたいと思います。ペドロ・ジラードという人のナンバーでジュエッテ・デル・マーテです。どうぞ。Thank you.
演奏したのが、近代的な割と2010年以降のジャズなんですけども、皆さんジャズ好きな人とかいます？あれ？ちょっとみんなまだ大人じゃないのかな。これから、ちょっとずつ私たちがこうやって演奏して、いいなって思ってくれた方々、 YouTube でたくさん聴いてください。ジャズ、もう私はこのバンドに2年間ぐらいいたんですけど、ニューヨークの時から知ってたんですよ、このバンドのことは。なんでかっていうと、皆さんなんかスノーデーとかあります？スノーデーあんまないみたいですね、最近。あったかくて、私たちの時はまだ無駄にスノーデーがありまして、4日休みとか、なんだろう、2日休み、土日、月曜雪降っちゃったとか結構あって、やったぜって思ってずっと部屋で YouTube してたんですね。でその時に偶然見つけたバンドが慶応義塾ライトミュージックソサイティだったんですよ。それで、そうです、そうなんです。それでずっと魅力の時から、私は絶対このバンドに入るんだと思って、ずっと YouTube にもう使いっぱなしで、大学入ってすぐ部室に行ったという次第でございます。いい話。皆さんも12年生もうすぐだね、あと3ヶ月ぐらいか、3ヶ月ぐらい。なんか大学入ったらやっぱりサークルに入ると思うんですよ。まあ全員じゃないかもしれないけど、サークルに入ると思うんですけど、ぜひ音楽やってる方、私もビッグバンドジャズっていうのは初めて入ってからやったんですけど、本当毎日楽しいですし、新しい出会いもありますし、こうやって演奏する側としてニューヨークに帰ってくる日が来るかもしれないので、ライトミュージックソサイティにもぜひ足を運んでみてください。っていうのと、あとサークルって結構なんだろう、友達と見学に行く場合が多いんですけど、私がおすすめするのは一人でサークル見学行ってください。もう1週間の8割方一緒にいることになるんですけど、やっぱそうなった時に後悔したくないじゃないですか。だからぜひ一人でちゃんと決めてサークル選びをしてほしいなって、そしてその候補の中にライトミュージックソサイティを入れてほしいなっていう感じですね。Thank you.
This is the time in our performance where we have a chance to have students ask questions of the band. So do we have any volunteers to come forward and ask a question or two? And if you could come up front, and then I'm going to give you the mic. And then I'll let you ask your question.演奏ありがとうございました。質問なんですけど、1日に何時間ぐらい練習をしているんですか？ How many hours do you practice a day? ありがとうございます。私、中学の時にバストロンボーン
でファーストも吹いてる時あるんですけど、どうやったら高い音、どういう練習したら出しやすくなりますか？でもさん、
そのファンクとかのバックミュージックでやってる人たちの演奏を聴いたりで、今日みたいなそのビッグバンドの演奏を聴いてて、そのソロでやってる時と違ってトランペットの人たちとかはそのどういうことを意識して吹いてるのかなってすごい気になってて、そのここ吹きたいから出したいけど他のバンドあるから抑えないなとか、どういうとこ意識しながら吹いてるのかなとか、そのメンバー同士のその例えば縦の軸の合わせ方とかどうやって合わせるかってすごい気になってるんですけども、何かあったら教えてください。鈴木栄太郎君。はい、この番組はトランペットセクションの議論をさせていただきます。お願いします。はい、まずソロと、そのアンサンブルの違いなんですけど、やっぱりソロは大体ビッグバンドとかファンクリーのソロと一緒にアドリブで撮る場合が結構多いので、割と周りの人に対する気持ちとかをその場合を考えながら撮るんですけど、アンサンブルの場合はビッグバンドのスコアがどこのパートがどういうふうにっていうのが大体分かるんですけど、僕たちは大体そういうのを見て、あ、ここは、抑えて、こうディスクションを出せようとかっていうのを考えながらやっていきます。ありがとうございます。ナスター・コーブ。楽しい時間もそろそろ終わりということになります。なんか心の中には金銭という線が我々にあるって聞きますよね。その線に触れてちょうどギターの弦みたいなものをイメージしてくれるといいと思うんですが、それブルブルって震えると人間は感動するんだそうであります。今日はニューヨーク学生は金銭に触れたということだと思います。素晴らしい演奏どうもありがとうございました。もう一度皆さん大きな拍手をお願いします。Thank you once again for listening to KMI Music Society. Look them up when you get to KMI University. Thank you very much for your assistance.